時間になりましたので、賛美を始めたいと思いますが、皆さんにまずお祈りいただきたいことが、ございます。梅津、伝道師ですが、昨晩、38度以上の熱が出て、昨晩からですが、体調崩して、今日午前中病院で、PCR 検査、ですので、陽性である可能性ありますので、今日は、先生ご自宅から、これに参加してくださっているという形で、そんなわけでですね、昨晩というかもうほぼ今朝ですけど、磯田姉妹が、ピアノを弾いてくださるということで、私もあの先ほど、磯田姉妹、あのこれフーポンギターになっちゃったというのを、埃かぶってたギターを、埃を取ってですね、今日は主の賛美を皆様とご一緒にしたいと思いますが、今ちょっとパワーポイント不調で、歌詞が、出ないかもしれませんですね。皆さんもでもご存知の曲だから、ある程度歌えるかなと、パワーポイントがなくても、思うのですが、神の子羊イエスよ、尊き我が主よ、神の子羊イエスよ、尊き我が主よ、喜びの新しい歌をいつまでも歌います、主の力ある御業を歌いますと。パワーポイントダメですか？途中からパワーポイント出るかもしれませんが、賛美を持って主を褒めたたえたいと思います。神の子羊イエスよ、神の子羊イエスよ、いつまでも歌います、主の力ある御業を歌います、歌います。神の子一
愛する主よ、賛美を受けるにふさわしい方、私たちはこの唇の果実、この魂のあなたへの感謝を今愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に、御座の前に伏してあなたを賛美し礼拝いたします。今共に祈る祈り手をあなたがお集めくださいましたこと、祈りを通して開かれる世界を今日も私たちに見せてくださることを心から感謝します。この賛美、この祈りが天に届きますように。あがめます全能の主、あなた主イエス様、あなたに今日この賛美を捧げします。心から真心から霊と誠をもってあなたを礼拝します。聖霊様、今我らと共に我らの祈りの時間、あのコルネルをペテロをその祈りの時間に訪れた主が、聖霊様が今ここにおられること、私たち
一度感じております。あなたの聖なる御臨在の中に我を我が生涯を置いてくださり保ってくださるように御言葉を通し今日も天を開き悟りを与え信仰を与え主を褒めたたえます。感謝捧げます。祈りを通して特に病の中痛みの中不安の中におられる方々に神の御業をことは成就した、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、乾いているものに誰でもただで命の水を飲ませる、主よその命の水に今日預からせてください。愛する梅津先生とともに主をご一緒してください。ベンジャミン兄弟とご一緒してくださるように、尊き主イエス様の名前でお祈りします。アーメン。久しぶりに私もギター弾いたんですけど、久しぶりにギターさんも喜んでおるでありましょうね。主を賛美できて本当に喜びですね。さあ今日の御言葉をお読みさせていただきたいと思いますね。受選者のお名前が出ますか。はい、後藤進さん。はい、後藤進さん、いいですね。磯田陽子姉妹、もしとともにご一緒ですね。今これ洗礼を受けた方なんですけど、思ったんです、いつも思ってです、これから私が祈っている人の写真を挙げて祈りたいなと。もう何十人もここに、祈った人たちが洗礼を受けるように、まあ、私たちの心の窓にですね、スクリーンに映し出して、祈りたいとそう思うのであります。今日の御言葉ですね、ルカの福音書、ですね、お読みしたいと思いますが、ちょっと家内に読んでもらえますかね。細かい字がちょっと読めなくなったんですね。はい、読んでいただけます。ダメだそうなので、はい、お読みします。ちょっと間違ったらお許しください。あ、すいません。それじゃあちょっとごめんなさい、いいですか、ここで読んでいただいて。磯田さんすいません。あ、パワーポイント出てますね。やりますか。パワーポイント出ましたのでお読みさせていただければと思います。ルカ7章36節、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、その人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っていたはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリ、もう1人は50デナリ。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやった。それでは2人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は正しいと言われた。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか。私があなたの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。
あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女にあなたの罪は許されていますと言われた。すると共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。アーメン。イエス様のもとに来られた一人の女性、長血を患っていた女性のことも思い出しますが、後ろから衣の裾でも触れることができればと、同じような気持ちでありましょう。そのような思いを持って後ろからでも、なぜ自分には前からイエス様に会う資格はないって、そんなものをイエス様は衣の裾を長くして、そんな傷んだ罪深いものを自らの衣の裾に覆ってくださる。まるでボアズがルツをその衣で覆ったように、イエス様あなたを今日も後ろから近づく、そんな一人に目を留め、イエス様は彼の方を向いて彼女の方を向いて言われたとあります。イエス様が語られるとき、御言葉を私たちが読むとき、心を開くとき、イエス様の御名が私に注がれているということを覚えたいと思うんですね。借金というのはもうお分かりだと思います。罪の借金のことを表しています。多く許されたものは多く愛する、この愛するという言葉は感謝すると訳せる言葉です。多く許されたものは多く感謝する、すなわちもし私たちの日々の祈りの中に感謝が足りないとするならば、私たちは多く許されたことを忘れてしまっているっていうことでありましょう。でもこの女は違いました。自ら香油の壺を割ってこのお方に油を注いだ。当時の習慣が書かれていますよね。家に入ってきたのに弟子たちは、あなたは私に油も注いでくれなかった、足も洗ってくれなかった、口づけもしてくれなかった、これは恵みを忘れてしまった者の姿でありましょう。私たちがこのように慣れてしまって、イエス様をこの祈祷会でも礼拝でも日々慣れてしまって、このように迎えることがないようにと願い祈るものであります。私たちは罪許された罪人です。今日も後ろからイエス様の衣の裾にそっと触れるだけで、いいえ触れるだけで癒される、それが信仰です。たとえ指を刺されても、町中で最も罪深いものだと言われたとしても、そしてその通りだと思ったとしても、イエス様に近づくこと、このような思いを持ってイエス様に近づくことを忘れてはなりませんでしょう。救われた時だけではありません。今こそますますこの女性のように一人の罪人として、私たちも主に触れて、触れさせていただきたい、それがこの祈りであり御言葉の時でありましょう。イエス様が私たちを待っていてくださるのであります。あなたの罪は許された、そう言われる方は一体どなただと。そうです、この方こそ主の主、王の王、
創造主なる支配者、その方がこんな私を愛するために神であることを捨てて、天を捨てて、あざらけられ、罵られ、十字架で釘打たれ、その苦しみのうちに命まで差し出して、あなたを我がものとしてくださった神であられます。この方、私たちは常しえまでも愛します。そして心からの感謝をお捧げいたします。あなたの罪は許された。この言葉を持って私たちは墓に行きます。あなたの罪は許された。この言葉を我が生涯の、我が人生の始めであり終わりとし、 The final word、 The last word として、私たちもただ単ただ感謝あるのみ、そんな生涯を歩まさせていただこうではありませんか。愛する天のお父様、祈りの時を御導きくださりますように、あなたの民が祈ります。祈りの思いをまず与えてください。あまりにも多くのことで私たちのこの心は、この心の固い壺は、私の思い願い、そんなものでいっぱい詰まっています。御霊様、今日あなたの御足元で、この女性のようにその心の壺を割り、あなたにこの生涯、この命をお注ぎいたします。聖霊様、なすべきこと、祈るべきこと、神様、どうか今お一人お一人に教えてくださいますように。今あなたの目が私たち一人一人の上にあること、心から感謝します。この祈りが地の果てまで届きますように。神よ、コロナの中で痛み苦しむ世界に、あなたの救いの光を、癒しの光を、この後の時代にあなたが約束された後の雨を、収穫春の雨を、今こそあなたの家、あなたの教会にお注ぎくださりますように、私たちを変えてください。私たちを新しくしてください。梅津伝道師の上に今特別なあなたのご配慮、あなたの守りありますように。ご家族の上に、また病に苦しむお一人お一人の上に、医療従事者の上に、また介護教育、神よ、これらの働きに、公的な働きに日々労される一人一人を、あなたの御手のうちにあって守ってください。我らの祈りお導きくださいますよう、イエスキリストの名前で祝福してお祈りします。アーメン。さあ兄弟姉妹、しばらく祈りの時をそれぞれ持とうではありませんか。ハレルヤ、主を感謝します。アーメン。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
you